ナスカサバイのむチャンネルです。10月31日日曜日です。10月最後の日曜日になりました。ですね、今バンビエンの町の東側、東側に来ます。ここね、貯水池、一応ね養殖やってるんですかね。テラピアをとナマズかな、その辺をね養殖してます。で、この動画でね、ちょっといいお知らせです。この、後ろのですね、ずっと非常に厳しい、規制を敷かれてました、バンビエン東側のエリア、ここはですね、ついに解放されました。解放されたので、その様子をご覧ください。どうぞ。はい、まず最初、ここですね。ここのサンサルはね、チェックポイントありましたね。疫病検問チェックポイントがありました。はい、撤去されてます。解放されましたね。でね、前に、中古車価格でご紹介したここの雑貨屋さんね、若者に人気なタイプ2種類、2車種はですね、もうすでに、ね、売却済みになってます。そして、バリケードが奥まったところに設置されたこの三叉路、はい、ここも開放です。いやー、よかったよかった、本当にね、通常の生活が戻ってきてますね。ここのねエリア以外ではね、続々と感染者が出てるんですけれども、やっぱあんなね、あ、ここなんかバリケード残ってるね。ね、まあ撤去し忘れたんですかね。ちなみにね、右側こんな感じです。もともとね、この青い壁はなかったんですけど、ここにねショッピングモールができるってことで、そこの工事始まるぞって言って、こうやって、仮囲いしたんですね。仮囲いしたらね、開発計画がね頓挫してます。お、こんなところにね惣菜屋台がね出てますね。あ、ここはねまだバリケードが残ってますね。まあ、だけどね、チェックポイントが全部撤去されてるんで、この東のエリアはね完全リリースですね。解放されました。いやー、よかったです。こうやってね少しずつね解放されていけば、また国内旅行を始めて、ね、ラオスのいろいろなラオスの風景をご覧いただけると思います。ご期待ください。はい、そしてですね、街中に入ってきました。街中でね、ここのとこね一番厳しくね、エリアを制限してたバン・ムアンソン村ですね。ここなんかね赤いテープでねガツンと隔離してましたけど、リリースされましたね。そして、この奥で感染者が出たという、ここもね厳重にね出入りをね規制してたんですけど、解放されてますね。で、前の動画でね、ここ解放されましたっていう風に、ご紹介したですね、
このブロックですね、右側のブロック、右側っていうのはこう左もそうなんですけど、ビエンケオですね、バーンビエンケオ、ビエンケオ村ですね、このビエンケオ村もね、もう、その、辻々にね、紐を張ったり、あの、竹のバリケードを作ったんですけども、このもう全部取っ払われましたね。うん、素晴らしい。このバンビエンケオはね、結構長かったもんね。すっかりいつもの平和なね、バンビエンの風景を取り戻して、大丈夫だよね、これも。もうこれでね、揺り戻しないよね。お願い。こんなね、これアパートなのかな。前はね、アパートなんていうね、携帯はなかったんですけど、少しずつそういったものがね、こっちの方にも導入されつつありますね。で、ここね、前に露骨にね、封鎖されてた。ビエンケオの一番厳しくね封鎖されてたところも、もうすっかり開いちゃってます。はい、そしてバンサッパンですね、ツーリストレイヤーの通信です。ここはね、バンビエに来たことある方だったらね、ああ見たことある、行ったか通ったことあるっていう方多いんじゃないでしょうか。ここがね、昨日感染者出てね、ちょっとねざわついたんですけど、まあ、ここのこの奥ですね、この奥で一人出ましたね。このナムソン沿いのね、通り、この通りでもう一人出てます。なんでね、この辺とかね、規制入るのかなと思ったんですけれども、うん、もう規制しないですかね。うん、まあ、規制してもそんなね、意味ないもんね。こんだけね、人歩いてなきゃね、規制する意味がないですね。こんな感じです。